ですが、まず大谷選手ですね、6月の月間 MVP、 そして週間 MVP 同時受賞ということになりました。6月1ヶ月でホームラン15本、ピッチャーとして2勝ということで、鈴木さんすごいですね。もう発表される前からもう当然でしょうって思ってましたよ ね、みんなね。すごいですよね。6月いっぱいホームラン打ちましたっていうのに、このホームランの映像が7月だとね。もうまだ打ちますと。大変です。カブトの被りすぎで首が心配になるぐらいね、ホームランを打っております。はい、大活躍の大谷選手です。さあ、そしてですね、こちらです。はい、カワホレ11です。牧場で暮らすワンちゃん、当時、店は開店準備中で客はいなかった。
さらに男性とすれ違う形で奥へと歩いていた女性は、近くまで瓦礫が飛んでいるように見えるが幸い無事と見られ、慌てて引き返す様子が見られた。この火事で店のおよそ20平方メートルが焼け、男性店長と女性店員が重傷を負った。また通行人の50代男性も飛び散ったガラスを全身に浴び重傷、70代男性が軽傷を負った。爆発はなぜ起きたのか、取材を進めるとカフェバーの経営者から意外な証言が。バーの調理は IH を使っていてガスを使っていない。なぜ爆発が起きたのかわからない。ガスを使っていなかったという店で、なぜ爆発火災は起きたのか。キッとダイヤをお入れしたんですけれども、すごく高かったです。三藤さんに売却して本当に良かったです。一色デザインタイトル日本橋高島屋新館前三藤。見たことのない未来はすぐそばにある。さあ、環境も働く人の自由も選べるトラックへ。ワクワクするニュースが始めます。まずは新型エルフから。毎日しっかり寝るっていうことを心がけてますね。体に心がけて、こうやってモチベーションを上げるために睡眠はすごく大事ですね。ストレス緩和、睡眠の質の向上、ヤクルト戦スイッチオン。それだけでダニから守る。超マイクロ粒子が部屋中に広がり、お部屋丸ごとダニから守る。ナノルーム DMM EV チャージ、設置後月額も0円から。さまざまな場所に設置 OK。 手間のかかる導入手続きは不要。今すぐお問い合わせを。 DMM EV チャージ。みんなはもう食べた？具材たっぷりビッグサイズだからジューシーなのにヘルシー。ワンマンブー試してみて。イビゴ。アンスペクトコーアは唾液で検査できる新型コロナウイルス抗原検査キットです。綿棒で唾液を採取、15分で判定。大切な人と過ごす毎日にアンスペクトコーア。アルファードを選んだ人は言う。この車は特別な居場所である。知らなかったですし、お店の方も